ギフトありがとうございます。すいません、そう見えちゃって。バラちゃんギフトありがとう。こんばんは。サリヤマさん、クジマサさん、ギフトありがとう。ソリオさん、ケンケンさん、パコちゃん、ありがとう。こんばんは。ちょっと経ったら、今日はライブイベントの31日にいただいたタワーのお礼を始めたいと思います。でもね、31日ちょっと量が多いので、やっぱり前半と後半で分けようと思ってて、結構1週間イベントあった中で一番31日がたくさんいただいた日になって、そのまあ記録に残せてない部分じゃない分も量がすごい多いので、やっぱり前半後半分けてお礼をしようかなと思ってます。ズーミンさん、坂道 FC さん、マナブンさん、イハクさん、ギフトありがとう。今日は日曜日、何してましたか？こんばんは。お疲れ様です。坂道 FC さん、ハートありがとう。いろいろですね。いいですね。こんばんは。坂道 FC さん、だるまありがとう。キヨさん、くまちゃんありがとう。今日そんな寒くなかった。こんばんは。私は今日ちょっとだけ仕事してきました。楽しみにしてたことで、楽しかったというか、おーってなりました。わー、おーすごいやーってなって帰ってきました。すぐわかります。多分すぐわかる。ひげめがねさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。残念ながら言えること言えないことあるのでね、
怒られちゃうから、私が。寿司食べたい。こんばんは。マグロとイカと、イクラが食べたい、今。頑張った後に食べようかな。アイコジのアバターゲットできました。おお、おめちょーりー、おめでとうございます。なべなべさん、タコありがとうございます。こんばんは。マグロとイカとイクラと、あとエビも食べたいかも。エビ食べたい。お寿司。カツオは疲労回復の効果がある。え、そうなんだ。いいね。カツオ食べたいな。ちょっと癖がある気がする、カツオって。藤正さん、ハートありがとうございます。大声ダイヤモンドが頭から離れない。なんでだろう。なんでかね。こんばんは。生茶で、最近私、生茶のほうじ煎茶にハマってて、ハマるとずっと同じやつ飲むんですね。このこれめっちゃ飲んでしまう。去年、一昨年ぐらいの夏は確かね、麦茶のなんか、なんだったっけ、なんかなんちゃらい麦茶みたいな、健やか麦茶みたいなやつにハマってて、それ一生飲んでました。自販機でなんか段ボールで買えばいい、一箱とかで買えばいいのに、わざわざ一回一回自販機とかに行って買って家に帰ってきて、一生それやってました、一時期。でも今は生茶のほうじ煎茶ですね、ブームが。
何でもそうなんだよね。なんか曲とかなんか食べ物とか何でも気に入ったら一生それを一時期続ける、続けて飽きたら一切触んなくなる触んなくなるし、飲まなくなったり食べなくなったりする。もうなんかね、嫌いになるまで食べ続けたり、嫌いになるぐらいまでなんか曲聴き続けたりするあ、嫌いっていうかもう飽きる通り越して、あ、もう嫌、うん、だってなんか拒否反応出るくらい、うん、嫌になるぐらいハマって途端に、はっ、なんでこんなハマってたんだろうってなって、すごくどうでもよくなるみたいな、ね、なんかだからずっと一定して同じ好きなものがあんまりないんですよね。あ、でも唯一あるチーズケーキはずっと好き。チーズとかはずっと好き。ひげめがねさん、ハートお手紙ありがとう。坂道 FC さん、ハートありがとうございます。あ、そんな人は違いますよ。人間とそのなんか物とかなんかそういう趣味のものは全然感覚違うので違います。はい、あの食べ物とかは特にありますね。めっちゃハマってめっちゃ食べて、うわーって食べまくって、もうアホほど食べまくって、毎日それしか食べないみたいなのあって、でも飽きたらなんでこれにハマってたんだろう、もう全然好きじゃないのにみたいなことありますね。曲も同じ、一曲ずっとね、一日に何百回も聴いて、ハッて飽きてなんでこの曲が好きだったんだろうってなる。でも人に対しては大丈夫ですよ人に対して大好き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 、え、いやもういいわみたいな、それはないそれはない。あの対人間に関しては飽きはきませんね。ずっとみんな一定っていうか博愛、博愛主義です。というわけで、もう少しで15分経ちますかね。が出ました。というわけで本日もタワーのお礼をしていきたいと思います。今日がね最終日になる予定だったんですけど、あまりにも量が多くてごめんなさい。ちょっと前半後半で分けたいと思います。マイブイベお礼、タワーオレイ31日、前半はい、それでは行きたいと思います。レッツ
go。 はい、31日にいただいたタワーのお礼をしたいと思います。まず最初にソリオさん、ありがとうございます。ありがとう。お、あんがとう。こちらこそありがとう。続いてひげめがねさん、ありがとうございます。続いて、はい、ウリンちゃん、ありがとうございます。はい、続いてビリーさん、ありがとうございます。ありがとう。続いてきのこのかパパさん、ありがとうございます。続いてきのこのかパパさん、続けて3つありがとうございます。1,2,3ありがとう。きのこのかパパさん、ありがとうございます。続いてゆきさん、ありがとうございます。緑のハート、続いてイルロサさん、ありがとうございます。オレンジハート、はい、続いてきのこのパパさ、パパさんありがとうございます。はい、続いておみかんさん、ありがとうございます。ありがとう。続いて白ふくろうさん、ありがとうございます。はい、続いてビリーさん、ありがとうございます。ありがとう。続いて坂道 FC さん、ありがとうございます。
ありがとう、こちらこそありがとう。続いてあおっちさん、ありがとうございます。イエイ。ありがとう。続いて、はい、きのこのかパパさん、ありがとうございます。続いて、はい、あ、同じ、ちょっと続きます。あおっちさん、ありがとうございます。ありがとう。イエーイ。続いてイルロッソさん、ありがとうございます。はい、続いてカタカナのタカさん、ありがとうございます。ありがとう。続いては、1,2,3,4,5、ちょっと5つまとめてなんですけど、ありがとうございます。ハート、キノコのかさんになってるごめんありがとうございます。ありがとう。次、イルロッソさん、はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。次がウミガメさんですね。ウミガメさん、ありがとうございます。2つありがとう。ありがとうございます。あ、あと3つ、あと3つでした。ん？あと2つか。ん？あと3つだ。ん？あ、あと3つだ。ウミガメさん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてけんけんさん、
ありがとう。ありがとうございます。サンキュー。続い、あ、また続いてもケンケンさん、ありがとう。ありがとうございます。続いては大根さん、2つありがとうございます。オレンジと黄緑。ありがとうございます。続いてカタカナのタカさん、ありがとうございます。ありがとう。続いて、はい、キノコのカパパさん、ありがとうございます。ありがとう。続いてオニさん、ありがとうございます。オニさん、黄色のハート、ありがとう。ありがとうございます。続いては、ウリンちゃん、ありがとうございます。ウリンちゃん、ありがとう。ありがとうございます。続いては、シュージさん、ありがとうございます。シュージさん、ありがとう。ありがとうございます。続いてキノコのカパパさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、次がガントチャートさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。続いて、はい、リリーさん、ありがとうございます。ありがとう。そして一応前半最後、はい、キノコのカパパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
というわけで後半は明日にしたいと思います。後半はメモしてある分とあとお礼をお礼してくださいってお願いされた分をやりたいと思います。はい、ありがとうございました。もしなんか抜けてたりしたらハッシュタグのあのメールの返信に書いてツイッターのねハッシュタグポジメールで書いてもらっても大丈夫だし、はい、あった私はあのツイッターのハッシュタグポジメールだけ見てるのでそこで何かあればつぶやいててください。それを元になんか抜けてるとことか修正あれば対応しやーす。ありがとうございました。ちなみにあの直接の方はあのタイムラグがあって2週間長くて1ヶ月ぐらいあのマネージャーさんから来ないのでツイッターの方がツイッターが一番です。じゃないと見れないすぐ見れないのでハッシュタグ個人メールで何かあれば教えてください。お願いします。感じでお願いします。わ、元の折り紙すごい。今日もいっぱいです。ありがとうございます。皆様ありがとう。こんばんは。じゃあなんかねもうさすがに入らんかな。やばいねこれ。さすがにこの箱はちょっと容量オーバー。そろそろやばい。やばくない？これめっちゃうおさすがにもう閉まらないですね。もうさすがに今日はもう閉まんないです。昨日はギリ閉まったけど、もう無理そう。
すごい。いや、これだけ皆さんからいただいたということなので、あの、私がこれだけ折ったっていうことよりも、皆さんがこれだけの、あの、1週間の間に送ってくださったっていうことなので、そこに感謝をして、そこに感謝します。ありがとうございます。イハクさん、ハート、ヒゲメガネさん、ギフト、ダースーさん、ギフト、ありがとう。ということで、また明日ちょっと延長するんですけど、よろしくお願いします。一応ね、ハートはまだまだ作ってて、あと何個か追加分作るのと、文字を書いたりするのですね、よ、頑張りたいと思います。なかなか長い期間になってしまって申し訳ないです。一気に私もできたらいいんだけど、私の手は2つしかない、10本しかないのでごめんなさい。ガントチャートさん、クマ、ありがとうございます。クマ、今月やること多いな。明日ちょっとね、頑張りますまた言えないんだけどね、ちょっと頑張んないといけないんだよ。明日できるかな。できるよね。頑張ります。あ、大丈夫大丈夫。Yes, I can. Yes, I can. ファイトです。めっちゃ使ってますよ。超使ってます。もう激稼働してます。激稼働もうね、鬼使ってるアルマサトリアさん、あきおめありがとう。おみかんさん、けんけんさん、タコ、ありがとうございます。さん、お餅ありがとう。お餅食べた。うわ、お餅食べたい。お餅食べたくなってきた
みんなお餅焼いて、私にお餅を焼いてください。おみかんさん、お餅ありがとう。サルトビニザイモンさん、お餅ありがとう。小学生の時に冬休みおじいちゃん家に行ったら、お餅絶対焼いてくれて、おばあちゃんかな、おじいちゃん、いやどっちもか、おじいちゃんとおばあちゃんが手作りしたお餅を焼いてくれて、あのストーブの上でアルミホイル敷いて、よもぎとかなんかごまとかいろいろ入ったやつ焼いてくれて、あの丸いやつじゃなくて本当に手作りのやつだから、なんか長方形、なんかこれこんな感じのなんかお餅なんですよ、長方形の。それがすごい美味しくて、だから送って、私の今のこの広島のお家にも送ってほしいです。なんかノーマルのやつでもちょっと甘いんですよ、ちょっと甘さの入ったノーマルのお餅と、あとよもぎとなんかごまと、あと私が一番好きだったのは生姜が入ったやつ、生姜のお餅がめっちゃ好きで、おじいちゃん家行った時はおばあちゃんがだいたいお餅あるよって言ってストーブにアルミホイル敷いて焼いてくれて、でそのストーブの前でなんか兄弟と、あとおばお父さんのお姉ちゃんとか妹とか、私たちのおばとなんか和気あいあい団らんしながら冬休みなんか楽しい話をしながらお餅食べてたなと思って、ほっこりエピソードすぎる。それな本当にそれな、ほっこりすぎる、泣きそう、う泣きそうなんだけど、幸せすぎるでしょ今も幸せよ、それは変わらんよ。思い出の餅、餅食べたい。ね、いい過ごし方ですよね、お正月の。きなこ餅4つ、醤油の餅1つでお腹はち切れそうになった。お餅ね、いっぱい食べきるんよね、言うて限界くる。餅つきマシーン、確かに欲しい。じゅんやさん、お餅ありがとう。あの餅つきのさ、あのさマシーンあるよね、なんか勝手になんかもち米となんかお水とかなんか入れたらこうぐる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 回って、なんかこれぐらいの白いお餅がなんかあれやりたい。マリちゃん、お餅ありがとうございます。餅つき機かジュンヤさん、ハートありがとう。これね、実際に見たことない。でも餅つきはやったことあるよ、近所の公園でやってましただからあのなんか全然知らないおじさんのなんか列に並んで餅つきに参加しました小学生の時
お正月の餅つきは？でも私その時からまあまあなお調子者だったので、あの、はいじゃあここ持ってねーって言われて、あの餅つきのあのさこれ持たせてくれてで、はいじゃあこれで餅を思いっきりつくんだよーって言われてはーいって言って、でせーのえいってあのそのいろいろ言ってくれるおじさんに向かってはーいえいみたいな感じでやろうとしたら、なんかいいねみたいないいねでも思いつくのはお餅だよって言われて、きねそう、あ、間違えちゃいましたって言ってそう、小学生の時のエピソードです。お調子者でしたね。一輪車を乗り回すお調子者でした。どこ行くにしても一輪車、自転車じゃないんですよ。私たちのね、移動手段は一輪車です。もうね、自転車なんか乗らんのよ、もはや。もはやもうね、あの3人組で仲が良かったんですよ、小学生の時。 M ちゃんと Y ちゃん、 M ちゃんと Y ちゃんと私の3人組トリオだったんですけど、まあまあな、あのいたずら組で、であの一輪車にみんなまたがってみんなでこうやって移動するっていうね。そう、絶対一輪車で登場するんですよ、3人組が面白い。それでブックオフとか行ってました。ちょっと遠いんですけど、なんかブックオフまであの一輪車でみんなで移動して立ち読みして帰るっていう立ち読みするだけって、買わないんですよ。3人で一輪車に乗ってブックオフに行くっていうのが結構流行ってた時もありましたね、3人の中でじわるよね一輪車。今も乗れるんかな。でもどんだけ坂でも、どんだけ上り坂でも下り坂でも、なんか意地でも一輪車に乗って移動してました。なんかガードレールとか絶対降りて歩いた方が早いやろみたいなところなんですけど、一輪車に乗ってガードレールこうやって3人でこうやって坂をよじ登ったり、あの下ったりしてましたね。本当にいろんなとこ行ったな。森にも一輪車で入って、なんか茂みとかにも入って行ってましたね。懐かしい。元気にしてるかな。一輪車トリオでした。イモステレビで一輪車レースしてほしい。どうなんでしょう。今も乗れるとは思うけど、どれだけ乗れるのかな。あの時は本当に体力も無双してたし無双状態でしたね。まあ焦げるのは焦げるんじゃないかな、一輪車でも。どれだけいけるか無双してた。ジャングルジムの上から落ちてもなんか元気だったしジャングル鬼
鬼子っていうのがね流行ってましたね。ジャングル鬼子ジャングル鬼子です。ジャングル鬼子、ジャングル鬼ごっこじゃなくてジャングル鬼子なんですよだいたいあの放課後、昼休みと放課後はみんなでジャングル鬼ごしよう やってたなずっと、あのチャイム鳴るまでジャングル鬼ごやってましたなんか商品名の名前っぽくない？ジャングル鬼ごウケるジャガーリゴっぽい、確かにでも私ね、なんかね逃げるのがちょっとね早かったんですよ。これはね自慢できる、逃げるのが早かったんです。ジャングル鬼子で結構ね強かったんですよ。だからなんか途中で参加してきたあの子たちが逃げるのが早すぎて、なんか愛子ちゃんなんか捕まえられんから面白くないって言われてめっちゃキレられてなんかたまになんかわざとなんか引っかかったふりしてました。本当なんかめっちゃキレられたんですよ。ジャングル鬼子を私はただ本気でやってるだけなのに、なんかね全然捕まらんやんみたいな、なんか相当キレられて、これってなんか適度に捕まらんといかんのやと思ってそれでたまになんかねあのジャンバーとかがあ引っかかったみたいなわざとやってました。でなんかはい捕まったみたいな言われるんですけど、いや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 捕まってあげただけですからね捕まってあげたのは私ですからねそう、忖度ですからねって、忖度の塊ですから私は思ってました「ジャングル鬼子」やってました。でもその、まあ、さっき言った一輪車トリオは結構みんな運動神経良くて、あの精鋭だったんですよ。そのジャングル鬼子の、まあ、なかなかみんないい感じに運動神経が良かったのでだからまあ、その精鋭部隊3人とバーサスちょっと運動神経のいい同級生みたいな感じで大体6人ぐらいでやってて、そうだからちょっとポワポワした子が入ると忖度してたんですけど、その精鋭が揃ってる運動神経がいい3人とかが加わって6人組でやったらもう無言でジャングルジムをもう登ったり下ったりして、ほんとガチで真顔ガチガチになってもう一種のスポーツみたいな、ね、それにめっちゃ本気だったから小学生時代そうだからね、ジャングルジムをいつも多分それでよく
あれ何占領してた。ジャングル、あの運動場のジャングルジム1個しかなかったんですけど、めっちゃ占領してて、いつもやってないみたいな感じジャングルジム、ジャングルジムでずっと鬼ごっこやっとるよねみたいな感じで、なんかプチ問題にもなりましたね。そう、あもうね、男子とかね入れない入れない、もう女子だけのジャングル鬼ごの戦いみたいな入れん入れん、もうそんなんガチ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 に、もうあれよ、女子チームよそんなのデサイズハートさん、カタカナのタカさん、ジュンヤさん、ギフトありがとうございます。女子プロジャングル鬼ごちっていうね、楽しかったな。じゃあそろそろ1時間経つので今日はこれで終わりたいと思います。つっくん明けおめありがとう。今の運動神経がどれぐらいなのか知りたいですね。ずっと走ってない、全力で。では行きます。13位イルロッソさんありがとうございます。12位ヘッポコライダー Z さんありがとう。なんか初めて初めてだ、ありがとうございます。かわいい名前だね。11位ヒゲメガネさんありがとうございます。10位はズーミーさんありがとうございます。9位はくじまささんありがとうございます。8位はカタカナのタカさんありがとうございます。7位は大根さんありがとうございます。6位はソリオさんありがとうございます。5位はダースーさんありがとう。4位はキヨさんありがとう。3位は坂道 FC さんありがとうございます。2位はガントチャートさんありがとうございます。そして1位はケンケンさんでした。ありがとうございました。ナンバーワンありがとう。配信ありがとう。おやすみなさい。みんなもありがとう、今日も来てくれて楽しかったです。また明日も配信でお会いしましょう。それではバイバイ。明日から月曜日頑張っていきましょう。頑張ろうな。